えっと、ヘルクさん、こんばんは。25歳、工場勤務男です。私に、ね、6歳上の姉がいるのですが、母親としての自覚もなく、前の旦那との2人の子供が児童養護施設に預けられていながら、新しい旦那と2人の子供がおり、のんきに生活をやります。このアホな母親に責任を取らせる方法はありますかちなみに私の姉とは音信不通です。えっと、別にほっときゃいいんじゃないですかえっと、なんでほっと、音信不通であればほっとけばいいだけだと思うんですけど、 その何か責任を取らせたいみたいなのが、なんかその、多分姉のこと嫌いなんだと思うんですよね。で、その何か困らせたいと思ってると思うんですけど、あの子供はすでに困ってると思うんですけど、別に姉はもう姉で自分の人生勝手に生きてるって話だと思うので、なので、のの児童養護施設に預けられてる子供をなんとか助けたいと思えば助ければいいと思うし、そうじゃないのであれば、あのなんか関わるだけ時間とお金の無駄なので。 関わらなななくていいいいんじゃないかなと思いますけど、えー、地方省気味の父親の車を父に内緒で売ることができますか愛車に対しての執着が強くそのことだけはいろいろよく覚えてるんですがもう乗れることはないので早親が売りたがってるんですがどうしていいか分からず新車で購入して1年3回ほど乗っただけで保持されています実印はハードの手元にありますえっとあの書類だけ書いてあの父親が押したかのように押しちゃえば何の問題もなく売れますよで地方省気味なんでえー、お父さんだって反抗したじゃんって言えば絶対押してないって証明でお父さんが証明できないので なんで普通に売れちゃうと思います。えー、スパチャが落ちたので最掲です。すいません。えー、万46歳、男性、一人っ子、独身、親の介護でうつ病です。えー、先日4月4日、親、かっこ、半身麻痺、男の介護で、えー、親の使っている携帯電話の解約アドバイスをいただいたものです。覚えてますかすいません、覚えてません。えー、20年今日の間、一人親の介護を続けてみましたが、とうとう路上ホームに預けることを決意しようと思います。なんだかんだで20年以上、介護のために無駄な時間を過ごしてしまった私はありましたは別に無駄な時間じゃないでしょう。 親と一緒に暮らしたかったから暮らららししたたたかかっっていうだけで別になんか、まあ、これからだいたいきつくなると思うのでなのであの自分のできる範囲一緒にやってよかったよねっていう話なので別になんか励ますような,なんかマイナスのことではないんじゃないかなと思いますけどあの先日 ABEMA プライムであの親が耳が聞こえない人の,あの子供が出てきてであのこういう苦労があるんだよねっていう話をするっていうのがあったんですよね。 で、その時に僕、その、あの、やりたいならやればいいけど、やりたくないなら介護とかやらなくてよくねっていうのを言ったんですよ。あの、割とその、なんか、親とか家族、その、子供だったり、親とか家族だったり、その、あの、親族が世話をするのが当たり前っていう文化が僕はよくないと思うんですよね。コメントで、本当だ、電動歯ブラシ2本ある。はい、電動歯ブラシ2本あります。すいません。<laughs> あの、えっ、ー、とね、こっちが歯ブラシで、こっちがあのね、なんか水が出るやつなんですよ。 すいませんねあの話、最後に。<laughs> っていう感じでそのあの、僕はそこら辺の,の介護だったりっていうのは、社会が担うものであって、別にあの家族がやるべきことだとは思ってないんですよ。もちろん、やりたい人はやればいいと思うんですよね。 でもなんかそのじゃああのなんか頑張ってやってますっていうのでなんかその親の子その世話を一生懸命やってます私みたいになっちゃうとあの他の人たちもそのなんか自分の親が何らかの介護とか必要になった時にやらなきゃいけないっていうふうに誤解をする可能性があるんですよね。なのであのやりたい介護は全とか介助とかは全然やりたきゃやればいいと思うんですけどやっぱりその乙武さんの子供たちはまじ乙武宏忠の世話とかしたくねえよって思うんだったら僕はしなくていいと思うんですよ。 障害者だろうと子供だろうとその親が親はまああの養育しなければいけないあの義務があるんですけど別にあの義務がないとかそのまあ親がやらないのであればあとは役所がやるよねっていうのが日本のシステムなのでなのであのそこは別にあの役所に任せりゃいいんじゃないかなと思うんですけどただまあ好きであの20年間世話したんだったらその時間は楽しかったよねっていうのでまあこれ以上はでも体力下がってきついからあとは役所によろしくで全然いいんじゃないかなと思います。 持ち上げやすそうさんはね車い,が重いんですよ車すが、ね、100キロぐらいあるんですよ。なので、あのその車椅子込みで乙武さんなので、さかなクンさんって、あのここのさかなクンさんと下になんかあのぬぼーっとしてる謎のものがくっついてるじゃないですか。あれも込みでさかなクンさんなんですけど、乙武さんもあのこう上にくっついてるのの下の土台も含めて乙武さんなのですいません,あのなんか、いろいろ言っちゃいけないこと言った気もしますけど、すいません。 ADHD26 歳女、父親 DV、シャワー禁止、湯船のお,お湯を使用し、どれだけ使ったか見られます。ドライヤーの時間計測、門限、就寝時間等管理されます。母に DV はしませんが、家事や子育ては一切しません。 えー、そんな死に参ってしまった母のストレス解消として、幼い頃から話を気づけていたら、私が精神的にやめました、えー。私は年金とフリーターとして生きていますが、今うつのせいで家にいる妹が働けないし、親のダメージで心配です。どうしたらいいでしょうかえっと、あの家に岸飼いが住んでいるので、早く出てください。<laughs> あのさっさと昼るがえしください、えっと。女性の場合だとあの、各地域に女性センターみたいなのがあってあの、こういう状態ですっていうと、あのそこで止めてくれてであの、住所もそこにして仕事できるっていうのがあったりする のでなのであの自分の住んでる都道府県の名前と女性センターっていうのを入れるとあの逃げれる場所があその妹がかわいそうみたいなのがあるんですけどまず姉がそうやって逃げてあこうやって逃げれるんだっていうのを確認した後に妹も同じように逃げればいいのでまず先にあの姉が逃げるっていうのをやってください。 18歳高校生です。子供の頃から父の暴力があり、家を離れてつい児童養護施設に入所してしまいました。3ヶ月前に退庁し、一人暮らしをしています。ここでもいじめと教師からの体罰があり、中退して、今、通信に通ってます。父親はすでに天国行きましたが、が、数千万の高くの借金が残っており、母は生活保護受給者、かっこ母は1件を持ってますが、生活保護を受けているので、家は死の権利になっています。母は昔、裕福の家庭にだったので、金の使い方が荒いです。母は家の。 えっと、なんかちょっと誤解があると思うんですけどあの,数千万円の多額の借金っ結局その遺産相続しなければあの借金ってなくなるんですよねで生活保護受給者っていうことであれば多分借金相続してないと思うんですよねなので実は借金ないんだと思いますよなのでそこを誤解してるんじゃないかなと思いますけどあ続きがありました えー、名義を僕に変えて家を売り、借金を返すと言っています、えー。そうすると生活保護はもらえない上、残りの借金債が母の生活費もろとも月30がくれとバカなことを言うてきます、えー。正直自分の生活費でもギリです、えー。来年の4月まで高校生ので稼ぐにも限度があります。月平均17万程度。どうすればいいでしょうか、えー、韓国国籍なのですが、母の家の名義を僕に変えることはできるでしょうかまた17歳で僕でも今よりも稼げることがあることはあるでしょうかえっと、まず、あの、お母さんが法律が分かってないと思います。 であのその借金も多分法律上存在する借金じゃなくて知り合いから借りたとかってふわっとした借金だと思うので一回その借金がないことを確認するっていうので弁護士さんどうしてくださいその借金ないよねっていうのを確認した方がいいので,で家の名義変えるっていうのもちょっと変なんですけどもう死の名義になってるんですよねだから死の名義になってるものをあのなんかあんその息子さんの名義に変えるとかってできないので なので、そこらへんその法律の知識、母親がないと思うんですよね。で、それをなんか変え、その名義を変えたら、なんか生活費30くれとかってわけわかんないこと言ってるじゃないですか。なので、法律の知識のない頭のちょっとおかしな人っていうことなので、なので、母親の言うことは聞かない方がいいと思います。で、多分その、 借金そのなんか例えばじゃあその、うん、と無理すると死の権利になってるものに対してその,あの土地の権利は死が持ってるんだけど家の権利に関しては浮いてるみたいな状態でじゃあそこは息子だよねみたいなことをやるのが可能かもしれないですけどあの結局死を敵に回して頑張っても多分勝てないんですよね。 なので、一応、その、あの、韓国国籍だろうと、その不動産を持つことは可能なんですけど、まず未成年だから、その、商売の契約自体ができないよねっていうのがあって、なので、その、商取引自体が母親の名義にしかできないっていうのがあるんですけど、なので、あの、理論上は可能なんですけど、まあ、難しいよねって話なので,で、そこら辺の法律の知識も多分ないと思うので、僕、今の話聞いてる限りだと、あの、まあ、児童養護施設にも戻るのはできないのかな あ対処したから。であればもう一人暮らしして親と関わらないってい方がいいんじゃないかなと思います。結局その17歳の息子に30万くれって言って背びろうとしてる時点で、ね、真っ当な人じゃないと思うんですよ。仮に母親だとしても。なのであのその高校生で17万円稼ぐのも結構大変だと思うんですけどで今後多分稼ぐにつれてずっと背びられ続けると思うので早めに逃げた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、5歳年下でハイスペの彼氏と同棲するために私の家族に会わせたとき、母と姉が見たことがないくらいすごい大変な態度で終始ためごで彼に接してきてドン引きしました。えー、緊張の裏返しなんでしょうか本当に恥ずかしくて一生合わしたくないです。まあ、緊張なのか、やっぱりその年下なので、一応その年上感を出さなきゃいけないみたいな、 多分な、なんかその要はあの、多分ハイスペっていうのがあると相手の家族に負けてるみたいなプライドの問題みたいなのもあって、なのでその負けないぞっていう自負心みたいなのが出ちゃったと思うので、なんか緊張ではない可能性もありますけど、でも別にまあ合わせなくていいと思いますよ。はい。合わせることにメリットないと思うので。 40代前半、市役所職員で自殺未遂に帰り、4回目のうつ病休職中で、今後も発達障害も発覚。退職したいが親が元公務で辞めさせてくれない。両親自殺未遂の実況動画を送るも退職許してくれない。どこ親ですか今妻と子供が私の実家にいます。うつ病を治すプラス何をすべきですか助けてください。えっと、まずあの、親の許しが必要って考えている時点で、吉木さん頭おかしくなってますよ。 あの、二十歳超えてる大人の場合、辞める辞めないって個人、自分自身で決められることなので、なんか親の許可がいるというふうに考えてる時点で考え方が間違っています。なので、その、どうやって許可を取ろうとか、許してもらおうとか、なんか動画を送ろうじゃなくて、あの、辞表を書いて、自分の上司に提出すると、もうその時点で、あの、退職は決まります。 26歳女性、3月から公務員に再就職予定です。彼氏からプロポーズされたのですが、親や親戚から就職先に迷惑があるから2、3年は結婚しちゃダメと言われました。えー、育妊娠、育児は多少の迷惑があると思うので、数年控えるつもりでしたが、結婚まで否定されるのが納得いきません。もともとやりたい職種を大反対されて公務員になった経緯もあり、これ以上干渉しないでと思っています。親の言うことを聞くべきでしょうか <laughs> えっと、別に、あ、わかりましたって言って、普通に結婚して、普通に子供作ってください。要 <laughs> は今その26歳なので、 あのノリでじゃあ,あの結婚の届けがいて区役所に「ええー、って出すともうそれで結婚できるんですよ別に親の許可とかいらないんでなのであの親と親戚が言いたい気持ちは分かってあっ分かりました分かりましたって言って横に聞き流してさっさと結婚してくださいで公務員だとあの育休とかもあるのであの早めに育休もらっちゃった方がいいですよあの子供の子育てって結局は体力仕事なんでその子供って下手すると2 0キロとかになるじゃないですか で、20キロで生きてるんで、で、まあ、早めに、その、なんか、あの、おむつとか取れればいいですけど、なんか、20キロ過ぎてるけど、いまだに、うんこ漏らします、みたいな子供とか見て、で、じゃあ、それをこう、担いで、なんか、あの、おむつ変えたりとかってしなきゃいけないので、若ければ若いほど子育てはしやすいので、さっさと結婚して子供作ってください。えー、還暦越えの母親が30年以上乗ってなかった車に突然乗り始めました。新しく買った彼氏の車が、アイサイト等で安全であることを理由に、周りが止めてもらったまま抱きません。 かっこ誰よりも高学歴なため全く話はきません。田舎を運転するだけなら、まだしも首都高や淘汰はしてきたりと、自分で事故って死んだらまだ自業自得ですが、他人に危害を与えないが心配です、えー、運転を教えてる彼氏とは面識がありません。どのように説得したらいいでしょうか？<laughs> まあでもあの結構安全装備がきちんとしている車だとあの近づいたりとかそのあ例えばその歩行者とか自転車が近づいた場合にアラームが鳴ったりとかそのあのなんか必要以上にこう車間距離があの短い場合はアラームが鳴ったりとか結構安全装置きちんとしているのであの安全装置がちゃんとしている車だったら乗ってもいいよっていうので乗歩してあげた方がいいんじゃないかなと思います。 あの社会的には老人に運転させないでくれって徹底してたの書いてるのば正解だと思うんですけど、ただ、あのその還暦越えのお母さんにとってみたら自分の人生で、で、彼氏が運転も教えてくれるっていうんだったらやりたいっていうのも、もう還暦超えてるんだったら、要は、追い先そんなにないじゃないですか。なので、好き放題やって死にたいっていうのは、それはそれで僕はありだと思うんですよ。 多分僕もあの、その寿命がじゃあ、そのまあ、仮に90ぐらいで、で80後半になって、すげえやりたいことがあったら僕多分やっちゃうと思うんですよ。あの、社会とかどうでもいいと思ってるんで。なのでなんか、突然フェラーリ大好きって言って、フェラーリ買って、ブンブンブン回して、首都高で事故るみたいなことやると思うんですよ。 でもなんか、それは僕の人生なので自業自得で、ただその後の事故の処理をする方とか、本当に申し訳ないなと思うんですけど、でもまあ、人生は自分のものなので、自分が好きなことをやるっていうふうに、僕は考えてます。ただ、あの、それって、そういうふうに考える人を止めるのって、なかなか難しいですよね。ただまあ、僕が年取る頃には多分、自動運転が当たり前になって、そういう事故も起こりなくなると思うので、なのでなんかその、 高齢者が事故を起こすっていうのはここ15年ぐらいの問題であの20年ぐらい経つと結構解決してるんじゃないかなと思いますけどご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた何ですか謝像ってちょっと言やめてもらっていいですか明らかにあってあなたの感想ですよ、ね、なんかそういうデータあるんですか あ,あ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題だと思す。あ,あ、ごめんなさい。好じゃねえよ。